皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回はリシマキアボジョレーについてお話ししようと思っていますご覧いただいているのは去年の7月に苗を購入して育て始めた株です過去に2度栽培に失敗していて3度目の正直で初めて夏越しに成功しましたただその後秋が来て涼しくなっても冬が来て寒くなってもあまり変化がありませんでしたうまく育っていないのかなと心配していましたが 3月頃からようやく動きが出始めて、つぼみもいくつか見え始めました。まずは現在の株の状態をご覧いただきます。そして、2回目の夏越しに向けて気をつけたいなと思っているポイントを3つにまとめてお話します。園芸・ガーデニングに興味のある方や、リシマキア・ボジョレを育ててみたいという方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。 それでは現在の株の状態をご覧いただきます真上から撮影していますリシマキアボジョレイは冬の寒さには比較的強い植物ですが縮こまった状態で動きがありませんでした枝が伸び始めたのは3月中旬頃からです現在はご覧のようにいくつかつぼみが見える状態になってきました花の咲く時期は5月から7月頃ですバラの開花期とタイミングが合うのは嬉しいですよね 花のない時期でもご覧のようなシルバーリーフを楽しむことができます。ただ、夏の暑さには強くないので、夏越しをさせるのが難しいですね。先ほどもお話ししましたが、過去に2度栽培に失敗しています。去年はなんとか夏越しに成功できましたが、これで大丈夫と確信を持つために、今年も再び夏越しを成功させたいなと思っています。 リシマキアボジョレを再びに夏越しさせるために気をつけようと思っているポイント1つ目は株元の保湿ですこの植物は乾燥に弱いので他の出根層と管理方法が異なります。多くの宿根草は土の表面が乾いたら水やりをするというのが一般的ですがリシマキアボジョレの場合はそれだと乾きすぎて枝がしおれてしまうことがあります水やりの回数を多めにすることと株元の保湿が重要だと思っています 去年と同様に株元を不要土でマルチングして直射日光や乾燥から根を守ります特に梅雨明け以降の高温乾燥期には注意が必要で去年はかなり意識して水やりの回数を増やしていました今年もそれを継続しようと思っています夏越しを成功させる上で一番気を使うのが鉢の置き場所です 気温の低い時期はあまり意識しなくていいのですが、夏場の高温乾燥機に関しては、とにかく涼しい場所に置くようにしています。特に西日には当たらないように注意しています。明るい日陰で風通しの良い場所がベターだと思いますが、今年は午前中に日の当たる場所に置いてみようと思っています。午後からは建物の影になって風通しも良い,いので、夏でも比較的涼しいなと感じる場所です。去年、パンジーの夏越しに成功した場所でもあるので、 このリシマキアボジョレーでも成功すれば、夏が苦手な植物たちの定位置になりそうです。二度目の夏越しを成功させるためのポイント三つ目は、肥料についてです。今年も引き続き、超発酵油かすおまかせを使っていきます。この肥料はゆっくりじっくりと効いてくれるので、個人的にはとても気に入っています。 肥料焼けの心配もありません。むしろ植物の根がこの肥料に絡みつくように伸びていることがあります。それを見て、植物の根にとって好ましい成分が含まれているんだなと感じています。リシマキア・ボジョレーをはじめ、出根草の多くはそこまで肥料を必要としません。与えすぎには注意が必要ですね。 それでは今回の動画のまとめです3回目のチャレンジでようやく夏越しに成功したリシマケアボジョレーを再び夏越しさせるために気をつけておきたいポイントを3つお話ししました水やりの回数を多めにして乾燥させないこと涼しい場所で管理すること肥料は控えめにすることがポイントだと思っています4月から6月頃は株がぐっと成長する時期なので乾燥しすぎないように注意すれば問題なく育つはずです そしてきっとたくさんの花を楽しむことができます問題は梅雨明けした後の高温乾燥期ですよね過去に何度も失敗しているのでそれを繰り返さないようにこれなら大丈夫という管理方法を見つけたいなと思っていますおそらく5月頃から開花が始まるので他の出根層とともにその様子をご覧いただけたらいいなと思っています生育の様子は今後も定期的に公開していきますので興味のある方は次回もぜひご覧ください Oh,